窓とリンゴと僕さーてレポートでも書くかリンゴ起動よろしく電タ、それはいいですけど窓先輩がコンセントの充電独占しててバッテリーの残量少ないですよ窓またお前はしょうがないだろう昨日お前が動画たくさん見て バッテリーなくなったんだからにしても時間かかりすぎでしょうこれだから窓の系列は窓の系列は関係ないだろうあ,あそうですね先輩が古くてバッテリーがやばいだけですもんねってかそもそもその充電器 <laughs> なんだよなんか文句あるのかよ <laughs> いえいえヴィンテージだなってそのカクカクして黒い感じレトロみたいな 別にお前の充電器がかっこいいわけじゃねえだろやめろってだったら僕の真似するのやめてくれます何がだよデザインとかアプリの起動方法とかめちゃくちゃ僕の真似してるでしょうこの数年し,してねえしまあ全部滑ってるからどうでもいいんですけどて <laughs> めえ本当にやめて お前たちが喧嘩するせいでファイル共有が全く進まなくて困ってるんだからファイル共有なんてする必要あります先輩にできて僕にできないことなんてほとんどないんですからこっちで作業すればいいじゃないですかそうかもしれないけど言いくるめられんなってんだ大体いい僕先輩とつながりたくないですどんな汚いウイルス持ってるかわかんないしうつされたくない 持ってねえよちゃんと毎週ウイルスチェックしてるしどうだか僕ってもともとセキュリティ高い OS ですけど先輩ガバガバですもんねなんだその言い方そもそもそれが先輩に対する態度かそっちこそそんな態度とっていいんですかあと少ししたら OS は僕が派遣取ってますよ先輩の存在意義なんて オフフィスのソフトくらいになってますさっさと僕にひざまずいて僕好みの仕様に変えた方がいいんじゃないですか<っ>それともまたあの時みたいに処理できないくらい大量のデータ流し込んでほしいですか先輩の中に熱くて熱暴走するまでや,やめろ早く。 レポート書きたいなぁ。高評価チャンネル登録よろしくねしてくれた人にはご褒美あげて